二次元野球決定戦4シーズン、今夜はここ真夏の東京ドームよりファイナルステージ第6戦超山場でございます。ミューズ VS アイドルマスターの一戦をお送りしたいと思います。それでは両チームオーダーを発表したいと思います。先行エースの右腕に託された運命、今夜勝って優勝を決めるアイドルマスター、3勝2敗王手となっております。1番セカンド高月弥生、2番ショート二見亜美、3番センター我那覇響、4番サード菊池誠、5番ファースト三浦あずさ、6番レフト日高舞、7番ライト星井美希、8番キャッチャー秋月律子、9番先発は木更木千早となっております。そして対する高校、3連敗の後の2連勝、沈みかけた希望は東京ドームへ生還、あとは最終戦へつなぐのみ。ラブライブミューズ2勝3敗となっております。1番センター星空凛、2番サード矢沢心、3番ファースト東條望、4番ショート高坂ほのか、5番先発は錦野牧、6番レフト小泉花代、7番キャッチャー綾瀬恵里、8番セカンド東堂エレナ、9番ライト結城安寿となっております。それでは参りますよ、せーの、プレイボール。アイドルマスターは3連勝の後の2連敗、まさかまさか切り札萩原由紀ほど落としてしまった。そしてミューズは崖っぷちからの2連勝、今日勝って星を五分に持ち込むことができるのか。先発は錦野牧、さあアイマスの核弾頭となりました高月弥生、さあ1球目どうする牧ちゃん、さあスラブで入る、さあ東京ドームに帰ってきました。さあストレートど真ん中150キロ、スライダー3球三振、弥生ちゃん三振、そしてバッター亜美ちゃん、さあスラブです、初球スラブで入りますね。さあバッターアミちゃん、ちょっと調子は落としていますが、さあスライダー、遊び球がありません。マキちゃん、さあストレート三振、152キロ海ちゃんがつないだこのバトン、必ず最終戦へつなぐ。3番はガナハ響、好調です。アイマス打線その角を、角弾頭じゃねえや、角を握ってると言ってもいい、角を握ってどうする、鍵を握るんだ。さあ私も久々のね配信で言葉が出てきませんけども、よろしくお願いします。さあマキちゃん三者凡退で1回無難な立ち上がり、さあ1番はリンちゃん、そして先発木更木千早、アイマスもね、先ほどねミューズが正念場って話がありましたけどね、アイマスはこのユキホ千早で落とすわけに、ね、いきませんからね、最終戦までもつれさせるわけにいきません。エース木更木千早、防御率 1.93、 リンちゃん打率がねちょっと寂しいですけども、さあどうだ、ショート深いところ、リンちゃんアウト、誠君の素晴らしい守備。さあ2番はポコロちゃんです。さあツーシーム、素晴らしいボール。さあポコロちゃんはねこの値千金のホームランっていうのがね記憶にあるかもしれません。まさしく主役も脇役もありません二次元野球。さあストレート、さあ全ての選手、そしてリスナーの皆さんもすべて
心臓がバクバクしてるかもしれません。心ちゃん三振。さあ3番、土壇場で3番になった、こういった感じでしょうか。登場のぞみ、ノンタンも調子悪いんですよね。1割5分。さあ強い打球、逆シングル取った、さすがの守備です、誠くん。さあ両投手素晴らしい立ち上がり、支配の方はね打たせて取るような感じが見受けられます。さあ4番、ハイマスのリリングヒッター、どうだ、切れる、4割2分9厘、高打率を誇っています菊池誠。さあスライダー違いません。さあもう1球、縦のスライダー通称マキスラ、ストレート、アウトローいっぱいか。さあマキちゃん飛ばしている、2回で奪三振、早くも3つ目。さあ5番の三浦あずさ、さあ、東さんもね、ホームランありますからね。さあ、スライダーだ、どうだ、エリンチか追いつけない。しかしね、後ろに飛んだということはタイミング合ってますからね。さあ、ここはどうする、ミューズバッテリー、さあ、でもスライダーだ、切れ味が鋭い、セカンドはエレナちゃんです。さあ、バッター、マイさん。さあ、今そのね、下位打線を、引っ張っていきます。この高打率3割7分5厘、打点3つ。さあスライダー、全てね落ちるスライダー、結構鍵を握ってるかもしれません。さあ今すまた3人で終わった。さあ小鳥さんがちょっと監督っぽくなっております。さあ絶好調といえばこの子、ミューズのリーダー高坂ほのか、20打数9安打、ホームラン4本、打点6。さあ、雪穂のボールを打ち砕きましたからね、ほのか。ほのか対千早。第1ラウンド、カディア伝家の宝刀、ほのか三振。そして5番のマキちゃんです。バルカディア、素晴らしいボールでしたね、今のアルカディア。さあストレート、さあマキちゃんね、前のね第5戦リリーフ登板がありましたからね、マキちゃんにとっては初のリリーフ登板、公式戦では初です。さあストレート、三振、まっすぐだけ狙ってっていう言葉もありますが、分かってても打てないんです。それが木更木千早、アイマスのエースたりゆえん。校長花代も初球、このね初球攻撃ね、あのユキホのねボールを叩きましたからね。別の子だったらごめんね。そして眠れるおにぎり大砲、いったー、初球、これも立てるスライダーだ、欲しい幹、目覚めたホームラン。さあアイマス優勝へ向けて、どれが一発、宇宙間スタンド、初球のマキスラですね、バットに乗せた。さあ YouTube の方では何かありがとうという感謝の言葉が出ておりますが、何でしょうか。さあ煽っていいんだぜ両チーム。さあ真夏の東京ドーム、二次元野球ファイナルステージ第6戦、アイマス先生星井美希第1号、ファイナルステージでの第1号です。
さあ、りっちゃんどうだ、羽根屋が突っ込んでくる。さあ、バッターは千早です。さあ、スライダー、センター前、ピッチャー強襲。さあ、バッター弥生、弥生ちゃんもね、このファイナルステージで存在感をね、かなり増しましたからね。ミキちゃん外せっていうのもありましたからね、スタメン決めるのにね。さあどうだ、弥生の足が勝る、ゲッツーは取れない。さあバッターは二見亜美。このねピッチャーがね、相手先発千早を考えるとこの1点は限りなくでかい。さあスライダーどうだ、凛ちゃんが前進していきます。しかしこの回、ファイナルステージ第1号、星井美希、宇宙間スタンドへ第1号です。先制アイドルマスター。さあ、バッター、エリチカです。もうね、バッティングのことじゃなくてね、すべてのことを背負っています。綾瀬エリ。アルカリア、切れ味鋭い。広告ありがとう。ツーシーム流していきます。アルカリアボールです。こんばんは YouTube、 こんばんは。さあエリチカどうだ、センターには抜けません。ショートのアミちゃん素晴らしい守備。そして本日スタメン東堂エレナ。さあ、エレナちゃん8番。いやー、テンポがいいですね、千早。かなりテンポがいいです。ピクさんありがとう。コップありがとう。YouTube とニコ生2限中継となっております。初見さんありがとう。いらっしゃい。仲良くしてください。さあ、ツーシーム。さあ、エレナちゃん。と千早を見ている。さあ、ツーシーム、センター前。さあ、ミューザーズヒット、期待に応えます。画面起用に応えます。東堂エレナ、アンリちゃんね、まだね、9打数ノーヒット、まだ快音は聞かれませんが、アライズのね、力、もちろんこれはミューズに必要です。さあ、カーブ、ストレート。さあどうだ、さあアライズ2人、ライト線ヒット。さあ、くちゃん、ファイナルステージの初ヒットがタイムリー。ミューズが追いついた。アライズ2人で素晴らしい流し打ち。千早のボール、こうやって打つんだって言わんばかり。エレナちゃんが帰ってきて、アイマス、同点に追いつかれた。さあ、ミューズ、早くも同点に追いついた。バッター、星野ライン。さあ、カーブ。ストレート、どうだ？響きが使います。しかし、スコアリングポジションランナー二塁。バッターは矢沢心。さあ、心ちゃんも今日スタメンに応えるか。しかし、相手は木更木千早。アイマスのエース。さあ、アルカリア。さあ、高め。惜しげもなく殿下の宝刀を使ってきます。さあ、セカンド牽制。セカンドはアンリちゃんです。さあ、低め。これは切れていきます、ファール。ストレート！完全に振り遅れたか、心ちゃん。素晴ら
しいストレートです。しかしアンジュちゃんのファイナルステージ初ヒットがアイドルマスター、今日勝てば優勝、ミューズ今日勝てば星をタイに戻します。さあ第1打席ホームランを放った星井美希、初球を投げマキシラに入ります。ストレート、どうだ、伸びていく、星井美希今度は左中間、レフト線、レフト線っていうかレフトスタンド、2打席連続ホームラン、今度は流した。さあ眠れるおにぎり大砲、今日は目覚めた。お目目がパッチリ開いています。ミキちゃん、さあバッターりっちゃんです。まさかね、流すとは思いませんでしたね。ミキちゃんね、ほとんどね引っ張りの打球が多いんですけどね。さあ打球がちょっと死んだか、さあストレート、強い打球だがほのかがさばく。さあバッター弥生、それね、ミキちゃんがもう目覚めるとね全て揃うんでね、まあアミちゃんがねちょっと調子悪いっていうのもありますけども。さあミキちゃんの2打席連続ホームラン、アイドルマスター1点リード。さあバッターエリチカ、エリチカはねもうオーダー考えたりねリードを考えたり大変です。さあストレート、まあミキちゃんだけをね気をつければいいっていう打線じゃないんですよね、アイドルマスターね。さあカーブ、うまくセンター前、これがリチカのバッティングです。決してストレートで体が浮くこともなく見事にこのカーブ読み切ったか。さあエリナちゃんどうだ、バントの構え、初球バント、さあ2球目からヒッティングか。エリナのねさっきねエリナちゃんヒット打ちましたからね。しかしここはバント、なかなか送れない。さあカーブ、これは釣られません。さあフルカウント、さあストレートだがこれは面白いところに上がっている。アミちゃんがさすがのグラブさばき。さあ先ほどの回、先ほどの回じゃないや、先ほどの打席タイムリーを放ちました結城アンジュ。バッター一塁にエリチカです。アルカディア、アルカディアがちょっと浮いてきた感じもしますね。ストレート三振、しかし千早にはこのストレートがある。さあトップに帰ってリンちゃん、リンちゃんがねかなりファイナルステージに入って元気がありません。エリチカ残塁、さあ決戦の地、地位を決するのはこの東京ドーム、それは確定しております。6戦で決まるのか、それとも最終戦第7戦ラストステージはどちらなんだ。さあ回は早くも6回、さあストレート、さあ YouTube たくさんのコメントありがとう。さあどうだ、
アンジちゃんです。もうあとは誰もこの勝敗誰も知り得ません。どうなるのか、それは勝利の女神だけが分かっている。さあ3番のガナハヒリギー、そう、あやつスライダーですね。うまくバットに乗せた。さあ何を投げる、ストレート。さあリンちゃんがダッシュしていきます。さあ割った菊池誠、今日は2打数ノーヒット。さあどうだ、鋭い野球。さあアンジさんの前、アンジさんちょっとファンブルした。さあ誠くんが出塁。さあバッター三浦あずさ、全8チームで始まりましたこのポストシーズン、数々の名勝負、皆さんの記憶に新しいところかもしれません。しかし今年3月開幕、現在真夏8月です。これまで続くとは思わなかったか。あずささんをピッチャーフライ。さあミューズ上位打線、こころちゃんからです。さあニコ生コミュニティフォローありがとう、仲良くしてください。さあちょっとねこころちゃんね、千早ちゃんどうなんでしょうか。これね、変化球がねちょっと高めに浮いてるようなのがちょっと気になるんですけどね。千早はね、やはり低めにこういう感じですよね、集めてくるっていうのがねイメージであるんですが。さあストレート、さあ宇宙が終わってくる。中速を生かして二塁へ、ノーアウト二塁。スタメン起用に小室ちゃんも応える。俊足のほころちゃん二塁。まきちゃんもね、千早もね、まあ連戦の疲れももちろんあると思いますが、本当にピンチの連続です。バッターは登場のぞみ。さあストレート、ノンタンの目も輝いている。そして千早の目も鋭い。ツーシーム低め、ノンタン何を狙う。さあ同じツーシームだ。さあストレート、これはストレートによく勝った。さあほのかです。先ほどの回ヒットを放ちました、コース高ほのか。さあシュート、素晴らしいボール。ほのかの時はね、千早のねこの組み立てというかえげつないですよね。カーブ、これは打てないか。ほのか完全に裏をかかれましたね。これスイング。さあしかしバッターは錦野脇、天才二刀流。ツーシーム、どうだ、ミキちゃんの前。さあここでちゃんが入ってくる。さあ先発のマキちゃん自ら同点だ。ミューズ追いついた。さあ脇に湧く東京ドーム、ミューズ追いついた。さあバッター花代、花代がホームランを打つと負けない、そういう神話もあります。アルカリア、このフルスイングがしかし花代です。ストレート三振、
7回終わって2対2。さあバッターは二見亜美ちゃんです。さあスライダー初球、このが突っ込んでくる、ライディングショー。さあバッターは響き、誰がバッターボックスにも怖い、それがアイドルマスター。さあスライダーです。さあもう一球、マキシラ、キレはね全然衰えませんね、マキちゃんね。さあこれもスライダー。さあスラムどうだ、アンジタが突っ込んできた。さあ誠くん、誠くんのねこの打率の高さ、これがねアイマスの好調のゆえんでもありますね。さあストレート、ポンポンとストライクを取った、小気味にテンポ。最後はスライダーか、振りません。変なスイングがないんですよね、誠くんはね。さあどうだ、これもランニングスロー、ヘッドスライディング及ばず。心ちゃんのこの守備、タッチの差でアウトです。さあマキちゃんもこの心ちゃんのプレーに拍手を送る。さあバッター心ちゃん、先ほどツーベースヒットありました。ミルズはね、今日スタメンに名を連ねてるね、選手がね、すべて起用に応えてるっていう感じがありますね。で、アイドルマスター、さすがにやっぱり、打線が好調なだけあって、がっぷり四つですね。さあ、回はしかし8回だ、8回裏。さあ、カーブ。さあ、2エンド2。まあ見てる方はねストレートじゃねえかって思うかもしれないですけどね、これが二次元野球です。バッター登場のぞみ、3打数1安打。ここはね要警戒ですよ、アイドルマスター。一発があります、スピリチュアル砲。数々の投手のウィニングボール砕いてきました、この東条のぞみ。ミューズの目がいか、これはあずささん、ファールグラウンドに使います。あずささんナイスプレー。さあバッター高坂ほのか、この回の時はね、この千早のすごいボールだったら投げられるんですが、ほのかいった、ミューズ逆転、右中間スタンド初球ストレート、高坂ほのか持っていった。物語はまだ続くのか、初球ですねストレート、これがほのかの打球です。私はミューズ。さあ千早、防御率 1.93、 奪三振を2桁、しかし手痛い一発か。マキちゃんがそのまま打席に向かう、9回表のマキちゃんが、このねほのかがずっとね3連敗した時も調子が良かったんですよね、ほのかだけ。そしてそれをねミューズ全体がねほのかの勢いにつられてね、みんな調子を上げてきましたからね。ツーシーム、マキちゃんの打球はアミちゃんです。
さあ、ほのかの8回裏第5号ソロホームラン1点、勝ち越しを入部。さあ、マキちゃん9回のマウンドも上がります。さあ、バッター三浦あずさ、笑顔の大砲。さあ、スライダー。ミューズはね、この9回に逆転されたっていう第2戦のね、あの悔しい思い出があります。スライダー、キレは十分。今のスライダーは打てないか。さあ、バッター舞さん、先ほどヒットを放ちました。そうなんです、ネクストバッターサークルには欲しい幹。これが二次元野球だ。このお膳立て、それが二次元野球です。ストレート、うまく運んでランナー出た。さあ、ランナー一人止めて、バッター欲しい右。今日1打席目に、2打席目連続ホームラン、娘の愛ちゃんが代走。さあ、初球ウエスト。さあ、ストレート、力強いスイング、そして力強いストレートです。さあ、もう一球ウエスト。エリーチカは何を考える。いった、欲しい右、今日3本目、逆転。アイドルマスター逆転、センターバックスクリーン、声がひっくり返った。ライト、レフト、そしてセンター、一人で3本、アイドルマスター逆転。欲しい幹、完全に目が覚めている。さあ、まだ YouTube で感謝してる声がありますけどね、ありがとうってね。何なんでしょう、このありがとうっていうのは。さあ、バッター秋月リスコ。さあ、まだわからない、まだわからない、合います。第6戦で決めないと後がない、そういうこともあります。エース木佐木千早、おたねに敗戦は絶対に考えられない。さあ、ストレート、あのね、やっぱり鍵となるのはね、やはりね、舞さんですよね。あの出塁の率の高さですよね。いっちゃん、ここでフォアボール、そして交代、バッターはありさちゃんです。そして代打の小鳥さんです。千早も交代ですね。さあ、綾瀬姉妹、綾瀬バッテリーとなりました。三振、小鳥さん三振、バッターが良い。こんなシーソーゲーム誰が予想したでしょうか。サークルチェンジ、アストレート。ここはね、必ず抑えなければいけません。ドロップカーブ、三振。しかし、この回欲しい幹、本日3本目、全打点を叩き出す。そして9回のマウンド、史上高値。さあ、高根さん、ぷよぷよ。さ
スの最終回のマウンドはこの子しかいない。ツーシーム、カナカナ、ちょっとねボールがばらけているか、高根さんもね連戦連投ですからね。さあ風花、ストレート、どうだ、切れていきます、ファール、ストレート三振。さあアイドルマスター優勝まであとアウト一つ。東京ドームがあとワンアウトコール、優勝アイドルマスター、フォーシーズン優勝アイドルマスターです。さあ長かったこの今シーズン、アイドルマスター最後4勝2敗、苦しみながら最後は全てのピースが埋まったということなんでしょうか。欲しいミキ3本のホームラン、素晴らしい当たりでした。